闇バイトとかいう言葉があると思うんですけど、はい、募集したら犯罪に知らないうちに加担してしまうとかそういうこともありますのでよろしくお願いします。はい、高齢者などを狙った強盗事件などで問題となっている犯罪実行者の募集情報、いわゆる闇バイト。その危険性を知ってもらおうと、県警は今朝 JR 大分駅前でチラシを配りながら注意を呼びかけました。はい、すみません、よろしくお願いします。募集情報に闇バイトだと気づかないということもあります。また安易にそれに手を出してしまうところがあると思いますので、特に若い世代の方々には気をつけていただきたいというふうに思っております。県警はもし闇バイトに応募して相手から脅迫されても警察が保護するので勇気を持って相談してほしいと話しています。